はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、トイッカンです。今回はですね、また一つ新たなフィギュアブランドが誕生したということで、そちらをね、チェックしていこうかと思います。で、その新ブランドがこちらなんですが、その名がなんと、プリズマウィングと言いまして、なんともですね、この、まあ、あくまでもね、これは僕の個人的な感想なんですが、中二病的なすいません。これはね、あくまでも僕の個人的な感想なんですけれども、こう、名前がね、ちょっとこう、中二病的な感じがするんですけれども、まあ、これはでもあれですよ。いい意味での中二病っていうことですからね。で、そのプリズマウィングという新ブランドなんですけれども、こちらはプライムワンスタジオ、ご存知の方もいらっしゃるかとは思うんですけれども、スタチューとかを作っているメーカーさんですね。僕の家にも先日ですね、届いたんですけれども、ニーヤのね、35万円スタチューですね。あれとかを作られているメーカーさんでございます。で、そのかっこいい系のスタチューを作っているプライムワンスタジオさんの、今回新たにですね、美少女フィギュア枠、まあ今までやってこなかったその美少女フィギュア枠を今回ね、このプリズマウィングという新ブランドで発足したと、そういう感じでございます。で、昨日からですね、プライムワンスタジオさんの YouTube の方でも、いろいろとね、新作発表とかをされていまして、僕もね、さっきその動画を見たんですけれども、まあね、豪華というか、その内容もですね、30分くらいあったんですけれども、で、その MC に VTuber とかを使われてですね、VTuber が、プリズムちゃんって言ったかな。で、一つ一つ商品をその VTuber の方が紹介していく感じだったんですけれども、なかなかその動画もですね、斬新と言いますか、まあ、今までになかったメーカー側のプロモーション動画と言いますか、メーカーが作る YouTube 動画って、あまりこう、パッとしないというか、すいません。まあ、いまいち感があるじゃないですか。ただね、今回のそのプリズマウィングさんの動画はですね、YouTube 動画の良さみたいなものをしっかりとね、出されていて、すいません。なんかね、上からの言い方になっちゃってるかもしれないんですけれども、とにかく、まあ、これまでのメーカーが作る動画とは違って、まあ、見ててもね、飽きないし、まあ、しっかりした動画になっていたような、まあ、そんな印象を持ちました。あくまでもね、個人的な感想ですが、なのでまだ見てない方はね、ぜひね、ご覧になった方がいいと思います。いやー、しかし、でもですね、なんだろう、この、ここ数年の、なんていうかな、まあ、大手企業の美少女フィギュア業界参入、まあ、例えば、フリューのフェネックスあたりから始まって、で、渋谷スクランブルフィギュアさん、で、他にもね、台東のスピリテールさん、で、今回のプライムワンスタジオのプリズマウィングと、まあ、ここら辺の新ブランドで共通しているのが、高級路線ですかね。美少女フィギュアのハイエンドモデル。まあ、ちょっとね、お高くはなるけれども、凝った造形のもの。まあ、豪華なフィギュアを作っている。まあ、そんな印象がありますかね。で、今回新たに発足したそのプリズマウィングさんも結構ね、高級路線に向かっているんじゃないかなと、そんな印象のラインナップになっていまして、で、その肝心のフィギュアなんですが、まず一発目に予約開始されたのがこちらです。初音ミクです。初音ミクのアートバイラック。スケールが7分の1で、販売価格が税込みの19,800円。まあ、高級レッスンって言いましたけれども、こちらはね、今時のスケールフィギュアの平均価格になってます。で、こちらのミクが人気イラストレーターのジャックさんの書き下ろし、冬コーデ衣装になった初音ミクのフィギュアカーということらしいです。ちなみにこのミクが着ている服なんかはね、実際に販売されているらしいです。僕たちでも着れるアパレルですね。おっさんの僕はね、着ませんけれども、ちなみにこのミクが着ているブルゾンが、これがね、26,400円で販売されています。で、このミクなんですが、飲み物の瓶が入ったケースの上に座っている感じで、で、このケースの中の瓶とかも取れるのかな？この扉が開いて中の瓶が取り出せるっぽい感じになってんのかな？まあ、とにかくね、おしゃれな初音ミクになってます。で、こちらの原型制作をピンポイントさんが担当されているんですよ。なので、このプリズマウィングのスケールフィギュアに関しては、まあ、ベテランのスケールフィギュアの原型師さんを採用されていると、そういうことみたいですね。なので、プライムワンスタジオさんとは、そこはね、切り離してというか、まあ、きちんとスケールフィギュアはスケールフィギュアのプロに任せていると、そういうことみたいです。で、さらにですね、これ限定販売ではなくて、一般の量販店でも購入できるらし
しいです。すいません、あの高級レッスンと言いましたけれども、意外とねそういう感じでもないのかもしれませんね。まあだから意外と普通に買えるとそういうことでございます。ですがこの後に控えてる初音ミクはそんな感じではないんですよね。それがこれなんですけれども、こちらが人気イラストレーターの猫さんが描かれた初音ミクで、なんとねスケールが4分の1あります。しかもこのイラストに書かれている後ろのキーボードとかスピーカー、ここら辺も多分ね造形されると思うので、そうなると半端ない大きさになるわけでしょう。だってただでさえこれあのミクだけでもね4分の1スケールで大きいのに、それがですよミクよりもこのでかいスピーカーとかがつくわけですから、やばい大きさですよね。でそうなると当然お高くなるわけですから、だからそこら辺はそれこそねプライムワンで培ってきた技術を反映してっていう感じになるかもしれませんね。だからもしかしたらこれは PVC ではなくてポリストーンで作られるっていう可能性もあるわけですよ。うん、まあどうなんだろうね、これは PVC なのかな。まあそこら辺も含めてね非常に気になります。でそれ以外のラインナップもかなりねやばいんですよ。まずですね師匠が出ます。無色転生のロキシーミグルディア来ましたね、ロキシー師匠。ただこちらは一般的な7分の1スケールで当然ね PVC でできています。でもね台座含めて結構豪華な感じになっているので、これはね2万円は超えるでしょうね。でこの画像を見た限りだとかなりね出来も良さそうです。これはもしかしたらねこのロキシー師匠の決定版になるかもしれません。でさらにですねプリズマイリアです。イリアスフィールもフィギュア化されます。でまさかのねプリズマつながりなんですけれども、まあここら辺に何かねすいません、あの僕はね中二病感を感じてしまったんですけれども、でこのイリアも結構凝った作りになっていまして、動きのある感じっぽいですね。でこれもスケールは7分の1で、なんとこの後にはですねクロエの発売も予定されているようです。でさらにですねノゲノラの城、こちらも同じく7分の1スケールでフィギュア化されます。まあでもここら辺はね定番ちゃ定番を攻めてる感もあるのですが、ただこれも結構凝った作りになっていそうで、ただまあ白に関しては他メーカーさんもね結構凝った作りのものを出しているので、まあここら辺の戦いと言いますか、まあメーカーごとの白の出来栄えにもですね1位ファンとしては非常に楽しみです。でなんとこちらもですねこの後にゼロの守備が出るようです。結構ねやばいラインナップがね続きますよね。でさらにこれも定番中の定番なんですが、時咲くるみも出ます。これもねなんかやばそうなんですよ。多分これねこの後ろの丸いのが多分ザフキールだと思うんですよ。なのであの渋スクさんのやつとね似たような感じになるかもしれません。さらに SAO のアスナも出ます。ただここら辺の発売はまだねこの画像とかもあの 3D っぽいので、当分ね発売も先になるとは思います。ただこのアスナはねさすがに高そうかな。これもなんかあの昔アニプレさんで出していたやつのに似た感じになってますね。さらにですねオーデンスフィアからグエンドリンもフィギュア化だそうです。しかもねポージングも結構良さげなんですよね。うん、これもね個人的に楽しみです。できたら僕はねあのメルセデスが好きなのでメルセデスもね出してほしいですね。で他にもですねテンスラのミリムとか、あとカードキャプターサクラも出るようです。まあここら辺もですねまだまだ先になるとは思います。あとは今回の VTuber のデザインも手掛けたイラストレーターの藤チョカさんのフィギュアとか、他にもねドルフロとか、あと FGO とか五等分の花嫁とか、まあ一応予定ではあるんですが今後ねフィギュア化されるようでございます。いやーでもねラインナップがすごいですよね。うん、かなりねメジャーどころを攻めてますよね。あとこれもね個人的な好みなんですけれども、これこの少女発動機、僕ねこれ初めて聞いた作品なんですけれども、このねサイボーグっぽいやつ、僕ねこういうの好きなんですよ。うん、これめっちゃ刺さってます。でさらにですね男性キャラのスケールフィギュアも出されるようで、グラブルのジークフリートとか、あとはねゴールデンカムイからも出るようです。結構ねこのゴールデンカムイのフィギュア化は結構楽しみにしているファンの方が多いようですね。とまあこんな感じなんですけれども、かなりね豪華なラインナップになっているのですが、まあただまあねあの最初なのでね、あの最初の発表なのでドドーンとこう今後の企画を出し惜しみなく発表されたと、そんな感じだとは思うんですけれども、まあでもとにかくこのプリズマウィングさん、目が離せないフィギュアブランドがまた一つね増えたということでございます。
で、このプリズマウィングさんが今の現状のねフィギュア業界の起爆剤といいますか、まあ現状ね盛り上がっているとは思うんですけれども、日本のフィギュア業界も。ただですね、あのさらにね現状こう海外に押され気味ではあるこの日本業界のフィギュア業界を、美少女フィギュア業界をさらにね盛り上げてくれるような、そんな存在のブランドになってほしいと思います。はい、今後の活躍に期待しております。